はいどうも皆さんこんにちは、カントです。今日は1月に入りベスト9の組み合わせが気になってくるということで、ベスト9の組み合わせ予想第1弾のまとめをやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず組み合わせをしていく上でいくつか重要な点があるので、そこから振り分けていきます。まず一つ目がメジャーもしくは他球団に移籍する選手。これらの選手はベスト9では排出されないため注意が必要です。また未定の選手に関しては第1弾から脱わけにはいかないので登場するのが遅れます。今年は対象選手が少なく吉田選手のみメジャーに移籍するため登場対象外となっています。続いて2つ目、球団のバランス。複数人登場選手がいる球団はなるべく均等に振り分けられています。今年のラインナップとしてはご覧の通りとなっており、ヤクルト西武から5人、阪神巨人楽天ソフトバンクから4人排出されています。同一球団の登場は1つの段で2人までが有力でしょう。3人登場する球団は均等に振り分けられると思います。続いて3つ目、選手のポジション。意外とベスト9ではポジションの偏りが出ることがあります。ただ予想的には均等に振り分けていく方が当たる可能性は高いでしょう。少なくとも甲斐選手、中村選手のキャッチャー2人は別の段になると予想します。続いて4つ目、ここまでの排出、アニバーサリー、スパークの両方で出た選手は少し間隔を空けて第2弾第3弾に持ってくるでしょう。4200登場までの期間を空けてくると予想しました。山本選手、松井選手、塩見選手、青柳選手が条件に当てはまります。もちろん第1弾の可能性もありますが、ベスト9を振り分ける上で判断材料が少ないので、この傾向も取り入れた上で予想の方をさせていただきます。以上4つの点を踏まえた上で現時点での自分の振り分け予想はこちらです。あくまで予想なので参考程度に見てください。また皆さんの第1弾ラインナップ予想もコメント欄の方で気軽に書いてみてください。続いてベスト9第1弾の登場日に関してです。直近2年間の登場日を見てみると、2021年が1月26日、2022年が1月17日に登場となっています。このデータを見ると1月中旬から1月末の登場が有力だと言えるでしょう。今年は侍ジャパンも控えているため中旬に登場すると予想します。続いてベスト9第1弾の無料配布に関してです。ベスト9では第1弾から第3弾それぞれで累計配布が用意されており、昨年来たイベントとしてはご覧の通りとなっています。覚醒系イベントもしくは通常の1週間イベントに絡ませてくるでしょう。詳しい予想に関してはベスト9の時期が近づいてきたら再度やっていきます。続いてベスト9第1弾のガチャ形式に関してです。第1弾から第3弾でガチャ形式が変わることはなく、30、60、90連目がベスト9&タイトルホルダーの選手1人確定となっています。スピリッツは4200となっており、4200の選手が最速で手に入るガチャになっているので、時期的に第1弾の優先度が高くなるでしょう。ベスト9の組み合わせ予想第1弾のまとめは以上となります。続いては第1弾で登場すると予想した選手の能力を見ていきたいと思います。まずはオリックス福田選手、予想能力としてはミートから順に75、63、80となっています。完全走力型のためリーグには入りづらいでしょう。走力 A に乗るのは大きいと思います。守備の方はメインのセンター適正 C となっており、限界突破で二遊間サードも可能です。内野も守れるのはかなり魅力的でしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク今宮選手、予想能力としてはミートから順に77、68、73となっています。総合でミート A に届くショートということで決まればかなり強いでしょう。守備の方はメインのショート適正 B となっており、限界突破でセカンドが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武外崎選手、予想能力としてはミートから順に63、72、79となっています。完全走力型となっているためリーグでは使いづらいでしょう。守備の方はメインのセカンド適正 B となっており、特殊で A が可能です。限界突破でサード、ライト、レフトも可能となっています。第一特殊能力には流し打ちが予想されます。続いて西武水上選手、予想能力としては9位から順に78、65、62となっています。総合で9位 A が可能です。球種の方は7球種となっており、高速スラカットを持っているため純正リア帯では使えてくるでしょう。特殊能力の方にはタイピンチもついています。続いて楽天浅村選手、予想能力としてはミートから順に76、82、73となっています。デフォルトパワー A に乗っているためオーダーに入れやすいでしょう。守備の方はメインのセカンド適正 D となっており、特殊で C が可能です。第一特殊能力の方には超広角打法がつくため代打 DH で使えてくるでしょう。
続いて楽天辰巳選手、予想能力としてはミートから順に67、71、80となっています。完全総力型のためリーグには入れづらいでしょう。守備の方はメインのセンター適正 B となっており、限界突破でライトレフトも可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルトオスナ選手、予想能力としてはミートから順に72、75、59となっています。総合でミパ同値が狙えるので決まれば使いやすいでしょう。守備の方はメインのファースト適正 D となっており、特殊で C が可能です。限界突破でサードも可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト中村選手、予想能力としてはミートから順に77、68、67となっています。ベストナインでは能力がプラス1され、称号でミート A が可能です。守備の方は適正 B となっており、肩が A に乗っています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて DeNA 牧選手、予想能力としてはミートから順に79、79、66となっています。デフォルトミパ同値となっているためリーグ的にかなり強いでしょう。守備の方はメインのセカンド適正 D となっており、特殊で C が可能です。限界突破でファーストも可能になります。第一特殊能力の方には超広角打法がつくため打ちやすさは抜群でしょう。続いて阪神湯浅選手、予想能力としては9位から順に77、71、56となっています。ベストナインでは称号で QEA に届くため、その点は大きいでしょう。球種の方は5球種となっており、限界突破なしで先発も可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人中田選手、予想能力としてはミートから順に70、78、63となっています。総合でパワー A が可能なため決まれば使いやすいでしょう。守備の方は適正 C となっており、特殊で B が可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島森下選手、予想能力としては9位から順に81、76、84となっています。デフォルト9位スタミナ A に乗っており、全力投球なる5-1火の玉ボールで9位スタミナ同値も可能です。球種の方は6球種となっており、リアタイ的には厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日マルティネス選手、予想能力としては9位から順に85、81、65となっています。デフォルト9位制球 A に乗っているためかなり強いと言えるでしょう。球種の方は6球種となっており、限界突破なしで中継ぎも可能です。球速が速くツーシームスプリットを持っているためリア対面も強いでしょう。特殊能力の方にはタイピンチもついています。ベストナイン第1弾予想選手の能力紹介は以上となります。あくまで予想であり、どのような組み合わせになってもおかしくないと思いますので、登場を楽しみに待ちましょう。ベストナインの登場が楽しみな方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて撮影している9日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。今回は V ロードと試練の両方をがっつり走っている自分の途中経過としては1865枚となっています。ここまで A ラン契約書が9枚出ており、 S ラン契約書は出ていません。週が変わったのでチャレンジカップを終わらせるようにしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、次回の動画はイベント攻略動画になる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。